氷だけで禁煙できた。中山靖樹、健康人心書、高裁堂出版。本オーディオブックには難しい話は見事なまでに出てきません。それはまたこの禁煙生活においては困難な試みにチャレンジする必要がないことを意味しています。そしてそこにこそこの方法なら 99% の人が禁煙に成功するに違いないとの確信を抱く根拠と理由があります。僕は本当にものすごく簡単に禁煙に成功してしまったのです。この方法を実践した人も必ずやこう言って首をかしげることになるでしょう。こんなに簡単に禁煙できていいの？禁煙に成功するか、あるいは失敗に終わってしまうかは、禁煙生活の前半である程度わかります。それは僕が何度も禁煙に挑戦しては失敗するという懲りないパターンを繰り返してきたからに他なりません。そして振り返れば過去の禁煙生活はかなり早い段階で今回もダメだろうなとかまた失敗するんだろうなと諦めていたように思います。結果はまさしくその通りになっていたのですが、思うに成功か失敗かはスタート後1週間から2週間くらいで決するのではないでしょうか。何しろ禁煙生活には楽しいことが何一つとしてないのです。そういう時はタバコでも吸うかということになるのですが、そのタバコが吸えないのですからそれはそれはつまらない。そう考えれば禁煙に失敗し挫折する人が圧倒的に多いのも当然のことのように思えてきます。すなわち正しい禁煙とはあらかじめ失敗し挫折することが分かっているものなのかもしれません。僕は最後の禁煙生活にかつてないほどの固い意志で突入しましたが、正直に言えば内心かなり早い段階で今回もダメだろうなと思っていました。自慢するわけではありませんが、意志が弱いことにかけては誰にも負けないほど強い意志を持っています。成功するわけがないとも思っていました。ところが氷に出会った直後、その今回もダメだろうなという定念が今度こそ成功するかもしれないという希望と期待に変わった。さらに氷と出会った2日後には、その成功するかもしれないからかもしれないが取り除かれていました。そして絶対に成功するという確信に近い感情が芽生えていたのです。しかしそれは僕の意志の固さに起因する問題ではありません。他ならぬ氷の固さがそのような前向きな気持ちにさせてくれたのです。氷と出会って以来、そして絶対に成功するという確信が生まれてからというもの、それまでモノクロだった禁煙生活がカラフルに楽しいものになってきました。楽しみが一つでも増えるということは、それだけ失敗する可能性が低くなるということです。氷を口に含むことが水健康法に直結するということに気づいてからはさらに楽しくなってきました。もはや失敗のしようがありません。こうなってくると、もっと楽しくしてやろう、もっともっと楽しくなるはずだと考えるのが愚かな人間、あるいは僕だけの悲しい性です。結果を見る限り、やはり僕だけかもしれません。僕は生意気にも氷の味にもそのうち飽きるだろうと考えました。愚かなことに氷に全幅の信頼を置かず、飴やガムと同じように捉えていたのです。そこでどうしたか。氷に味をつけることを思いつき、しかも思いついただけならまだ救いはありますが、実際に製氷機で味付き氷を作ってしまったのです。